皆さん、こんにちは。こんにちは、今回はムーズの続きをやっていきたいと思います。なかなか、村田を救うことができないね。人の運命を変えることは非常に困難ってことね。小宮のメンタル持つかな。それでは早速始めて参りましょう。ポイント3を制覇じゃー。あと何が残ってたっけ？引っ越し先の話だね。輪が広がっていくかな。引っ越し先、どう？そうだねー。結構迂回的だよ。村田は就職のため、隣の県の Y 市に引っ越した。引っ越してすぐに一度遊びに行った。結構都会で、ちょっと羨ましく思った記憶がある。駅近いし、会社まで電車一本だからなかなか便利だよ。駐車場付き中が、趣味も続けられるしな。お、ひらめきワードの趣味が増えた。スーパーも歩いてすぐだし、コンビニもいっぱいあるし、治安も、あ、いや。そう言って少し顔を曇らせた。なんかあったの？会社で俺の隣の席の、女性の先輩がいるんだけど、その人んちが、つい先週、強盗にあったっていう噂を思い出したもんだから。それは物騒だな。俺もすぐ近くに住んでるかが、他人事じゃないかもなって。結局何もトカゲはしなかったらしいんだけど、相手がナイフ持って、脅されて、結構怖い目にあったらしくて、あんまり人と喋らなくなっちゃったんだよな。誰にでも気さくだったのに。ナイフ、その犯人ってさ、女？え、あ、まずい、余計なことを聞いてしまった。背後の女に聞かれてたら、俺が女の存在に気づいてることに気づかれてしまう。それは聞いてないな。てか、強盗ってだけで俺は男って思い込んでたな。まあそうだよな、普通は。今、声が震えてないだろうか。でも自然に話をそらさないと。あ、つかさ、その先輩が喋らないなら、その話誰から聞いたの？同期の人とか、他の先輩とか。喋ってるじゃん。喋ってる。そういえば、女性社員とは普通に喋ってる気がする。単にお前が避けられてるだけだったりして。いやいや、違うよ。実質よ。俺じゃなくて、多分男が怖いんだって。同級生 A 杯、普段はおとなしくて、とてもそんなことをするような人には。何の話だっけ。話が脱線しちゃったね。とりあえず、治安はあんまり良くないのかもな、この辺。その先輩は近々引っ越すみたい。ちょっと離れた場所に。俺なんか、利便性いい方優先しちゃうかが、あんまり今まで治安とか意識したことなかったけど、女性の一人暮らしはやっぱり怖いのかもね。男でも女でも関係ないよ。ん？あ、いや、気をつけるに越したことはないってこと。まあそうだな。まあうちはトカゲるものもないし、大丈夫だよ。はは。能天気に笑う村田に、俺はうまく笑い返せなかった。もしかすると、先ほどの話の強盗と、背後の女は同一人物なのだろうか。何か盗まれる程度で済むならば、それでいいのだが。強盗とは随分と物騒な。趣味の話言ってみようか。村田の趣味ねえ、謎。そういや最近どう、趣味の方は？趣味ってどの？バイクだよ。ああ、もう全然、乗れてない。通勤もバイク禁止だし、休日も疲れてるかが、外出すぐより家でゆっくりしたいってなって。これだ。じゃあさ、今から乗ろうぜ。俺も原付で付き合うし。ひらめきワードで原付って出てきた。はあ、季節も天気もちょうどいいし、最高のツーリング日和だな。小宮、今はもう夜だし、真夏だし、予報は雨、しかもビール飲んだ後。そうだ、これは飲み会なのだった。素で忘れてた。まあ、来月くらいにはもうちょっと時間できるし、そのくらいにツーリングする計画立てようかな。今だよ今、来月じゃ遅いんだよ。そう、話題を変えてみるか。話題が他にもあったかな。
アクションもやってみるか。何の項目があったっけ？増えてるぞ。パソコンでも通話してるけど携帯にかけちゃう？出るかな？そうだ、何もムーズを使って伝えなきゃいけないってことはない。村田の携帯に電話すればいいんだ。内容まで聞き取れないだろうし、村田が下手な反応さえしなければ女にバレないはずだ。俺もトイレ行ってくる。はいはい。俺はカメラに映らないようにスマホをポケットに入れるとバスルームまで移動した。村田出るかな？緊張で手汗がにじむが躊躇している場合じゃない。すぐに発信ボタンを押した。変なこと言わせないように最初にちゃんと言っとかなきゃな。ドラマか何かで見たいか、落ち着いて聞いてくれというセリフをイメトレしながら出るのを待つ。出ない。妙だな。こんな時に限って手元に携帯がないとか。冷たい手が心臓を掴んだような感覚。瞬間通話終了ボタンを押していた。理由はわからないけれど、なんだか胸騒ぎがする。バスルームを飛び出して自室に引き返す。パソコンに駆け寄る。心臓がバクバク鳴っている。俺は画面を覗き込んだ。真っ先に目に飛び込んできたのは、壁に散った鮮やかな赤い模様だった。画面の真ん中に細長く黒い影が佇んでいた。影はあの女だった。片手は赤く染まっている。もう片手には村田の携帯電話を握りしめていた。顔は長い髪に隠れて見えないけれど、きっと見下ろしている先には友人が倒れている。あ、うわあ。頭の中が真っ白になる。震える手で119の番号を入力した。それから10分間緊急隊員が村田の部屋にたどり着くまで画面を見守り、村田に呼びかけ続けた。女はいつの間にか部屋からいなくなっていた。あの女は結局何だったのだろう。村田は一命を取り留めたが、あれからよく眠れていないようで、目の下にクマがあって会うたびに顔色が悪い。俺も自分一人の時にふと気になって後ろを振り返ってしまう癖がついてしまった。エンドさん、目撃。今回は刺されてしまったけど命を失うことなくてよかったね。小宮、いい仕事をしたな。もしかしたら村田の携帯は女が持ってたのかもね。バレたと思って刺して逃げたんだよ。ブルーエンドとはなりませんでしたが、今回は小宮、村田の双方が生きて終わることができました。あの女の目的が気になるところではありますが、今回はこれで終わりたいと思います。それでは、またね。動画をご視聴いただき本当にありがとうございました。評価とコメントをぜひお願いいたします。チャンネル登録もしてくれよな。ちょ、またいいかな。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。おすすめ動画と関連動画もご覧ください。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。